皆さんご無沙汰しております。サビソのチャンネルのサビソの本人です。今回はね、こちら KC63 よりユイマーフォーディー海岸で書いてマーボリカーゲダンでございます。これ地元の人じゃないとね、マポリ海岸って呼んでしまうんでしょうけど、ここはねマポリ海岸というね地名でございます。でここに見えるね高速道路なのかなに見えると思うんですが、これがね横浜横須賀道路でございます。こっちがマポリ海岸のインターですね。普通列車ね発車していきますけど、ちょっとボケてましたね、すいませんね。ここはね、マブリ海岸ですね。私もね、正直初めて降りましたけど、特に、遠くのね、ちょっと遠くっていうのかな、そこそこ離れた先にビルがありますけど、あれがね、横須賀の市街地でございますね。で、あちらのなんかね、山みたいな、山っていうのかな、こんもりしたものがありますが、あれがね、神奈川県横浜市、神奈川県横須賀市の、無人島でございます、猿島ですね。戦時中はね、猿島岩台と呼ばれてましたし、今現在ではね、バーベキューするところというね、イメージつけられている感じでございますが、まあそんな感じですね。猿島はね、横須賀のね、多分中央とかそっちの方からね、出てますね。で、もうここの駅はね、もう次のね、今、KC63 のその次の駅ですね。こちらがね、裏がです。もう終点です。もうね、この駅とね、次裏が行ったら、もう、私ね、京急本線ね、制覇したってことですね。多分、当時のね、動画もね、すべて京急本線の駅ね、紹介したってことになりますかね。はい、マブリ海岸駅ですね。駅名表ですね。皆さんご無沙汰しております。旅人です。今回は京浜急行電鉄のマポリ海岸駅ですね。KK-SX3 のこの当駅でございますが、品川から 54.2km の地点です。堀之内品川方面に京急を、浦賀方面に浦賀駅がある駅でございます。地上駅でございまして、2面2線の相対式ホーム、乗降人は7124人と。歴史家ですと、1930年4月1日に開業、1941年湘南電気鉄道が電気鉄道に合併、1942年には、京浜電気鉄道が東京横浜電鉄に合併し、東京急行電鉄の、となりまして、1948年に、東京急行電鉄から独立し、京浜急行電鉄が発足、京浜急行の電鉄の駅となります。あとは駅ね、改札、放送体式に2面2線の地上駅で、有人駅でございます。立地する地形の関係上、改札口はホームの下となります。1986年以前、下りホームは大津型に改札と、駅舎があり、上りホームには、構内雰囲気を経由する構造でございましたが、駅舎移転後は階段と当時の駅舎の床スラスラブの、ね、一部が残っているということです。乗り場でございます。1番線が下りの浦賀でございます。浦賀しかありません。2番線は横浜品川方面でございます。こちらがね、一般的な方向ですね。浦賀方面はね、もう浦賀しかありません。利用状況ですが、1995年の時には6716人で、ございます。ご乗車人の分でございますね。で、1日平均乗降人は2002年の時点ですと11360人ですが、現在は、2021年のデータですと7124人ということで、減少はしております。2013年までは1万人いましたが、2014年には1万人を切り9791人ということですので、年々ね、減少しているということでございます。駅周辺はね、駅名の、通り馬堀海岸が、あります。馬堀海岸ね、当駅の駅名の由来でございますが、当駅の北側は、埋め立てによって、西武不動産が開発した新興住宅地となっております。昭和30年代までは駅の北側は、すぐ海水浴場となっておりましたが、馬堀という名前に、ね、関してはいくつかの、伝承があるということです。まず一つ目としては、水を求めて倒れていた僧の前に、白馬が現れ、
岩の近くにを掘ったところ清水が湧き出たという伝説。その泉は今でも孫子小学校のそばにある馬頭観音とともに祀られているということでございます。らしいですね。ちょっとわかんないです、これ本当にね。孫子って普通そういう簡単な地名はないでしょうか。とりあえず孫子観音ですが、まあ、一応ね、神奈川県横須賀市大津地区にあるものです。あとは駅、神奈川県横須賀市孫子町の駅でございます。一応ね、海岸の方は大津地区になります。まあ、そんな感じですね。まあ、昔はね、ここの駅も海水浴客で結構来てたというなっておりますが、三浦海岸ができて以降、三浦海岸の鉄道が伸びた以降はね、三浦海岸にシフトした感じですね。昔は大森海岸とかもそうだったらしいんですが、今はね、そういう風景もなく、孫子海岸も同様、多分そういう海水浴するところはね、一応まだ生きて残ってんのかな。ちょっとわかんないんですけど、どうなんだろう。ギリギリあるのかな。ちょっとない、浜辺はもうなくなっておりますね。遊歩道がある感じでございます。多分近く行っても海水浴ができるところは、そうですね、もう、三浦半島の、まあ、先の方の三浦海岸とか、津久井浜、その辺まで行かないと多分無理なのかなと思います。あまり浜辺行かないって感じですね。はい、そんな感じです。とりあえず、駅周辺にはね、防衛大学校、横須賀市立孫子小学校、並びに孫子中学校、孫子海岸郵便局、湘南信用金庫孫子支店、横浜銀行孫子支店、西友孫子店、横須賀温泉、油楽の里、国道16号孫子海岸公園というのがあります。まあ、唯一の観光地としては油楽の里と孫子海岸でございましょうか。ちょっとね、一旦映像です。こっからね、浦和に向かう人ってね、多くないですね。あとこの辺に多分ね、海上自衛隊の基地とかあるのかな。こんな感じでしょうか。まあ、これね、さっきのね、多分前回の動画だと思うんですが、結局大津と駅とね、全く同じですね。あっちにまとめてるよね、一番。ここです。この次がね、浦和。で、こっちね、もう京急栗浜線って感じですね。この駅ね、今工事中なのかな。天井はこんな感じになってますね。ではね、改札で行きましょうか。すいませんね。近所半分先ってこっから近いんだっけ。ちょっとね、わかんないんですけど、まあ、これね、ラビスタ観音崎テラスでね、ホテルですね。昔はね、旧観音崎京急ホテルとしてね、京急の列車であればね、宣伝をね、よく見る感じですが、ラビスタグループになったって感じですね。駅前はね、こんな感じのね、のどかなね、駅ですね。一応ここの海抜がね、ここに書いてますね。海抜6メーターということでございます。で、地名はね、孫子町ってことかな。レンタサイクルっていうのかな。これなんだろう。これ貸し出し用の今流行りの方がないですけど、これね、なんかバイクみたいなのありますけど、これはね、借りれるようですね。この辺の、まあ、地図ってこんな感じらしいですね。で、裏側がね、こっちってことですね。で、向こうに横浜横須賀通りです。横浜横須賀通りもね、裏側インターっていうのがありますけどね。じゃあ、あ、そうだ。はい、こちらです。孫子海岸駅の外観ですね。こんな感じです。もともと入り口はここだったんですが、多分ね、そのまま直進していったんでしょうか。設計がね、今昔とはちょっと違うということでしょうか。じゃあちょっとね、他にね、着が少しありますので、ちょっと話していこうかなと思います。バス路線ですね。
周辺はね、バス停はね、この近くですと、マボリ海岸と矢野津坂本、2つがあるところです。じゃあまず、マボリ海岸の方ですね。こちらにバスは、京浜急行バス栗浜営業所のものでございます。マボリ海岸駅、東方面、津22、防衛大学校駅、堀23、縦の循環、団地循環、津24、橋に水経由、観音崎行き、休日日中のみでございます。津28の観音崎自然動画博物館の行き、西方向は、津22、津24、津28は、横須賀行き、6時までは米ヶ浜経由、6時以降は、日の出町経由です。堀23、西方向ですね。堀23は堀の内駅行き、まあ、多分堀の内ですね。の駅まで行くのと、堀23の堀の内という、バス停までしか行かない便もあります。これは夜のみです。次、矢野津坂でございます。矢野津坂は東方向は、全部、全路線浦賀経由のカモメ団地行きです。西方向は須25、須26は横須賀行き、行きで米ヶ浜経由です。これ日中のみの、朝日中のみの運用でございます。そのぐらいですね。こちらもう一度隣駅なんですが、堀之内方面に、京急大津、浦賀方面に浦賀です。当駅は、止まります。列車は特急と普通の2つ、止まります。それ以外種別はないんです。この区間はないので、特急普通両方とも、止まります。まあ、特急普通についても、特急、普通は、まあ、もちろん終点まで、各駅ですが、特急はね、北に向かう列車ですと堀之内まで各駅で、そこから特急の運行され、横須賀中央、金沢八景、金沢文庫と一緒に止まっていきます。あ、失礼しました。堀の内、横須賀中央、塩入り、おっぱま、金沢八景、金沢文庫と一緒に止まっていきます。逆の裏側方面は、もう終点裏側でございます。まあ、そんな感じですね。まあ、駅前はね、ちょっと狭い道がある感じなので、一応ね、交通量はそんな多くないですが、気をつけて、ください。映像です。ではね、駅にね、また再度入ります。一応ね、駅前にはね、3F もありますね。で、先ほどのね、ラビスタですけど、ラビスタ系列はね、他にもね、函館の方のね、ラビスタ、なんか函館ビーですか、そういうのとかね、あったりします。函館で有名なホテルですかね。他にもいっぱいあると思いますけどね。で、はい、浦賀からはね、品川から670、先の仙石寺からはね、110円ですね。浅草方面からは990円、もうほぼ1000円です。で、ここから三崎口に行くと320円、栗浜までは230で、横須賀中央方面がね、180円ですね。横浜まで460です。多分ね、これ結構懐かしフォントですね。ちょっと前のね、京急のね、駅名表ってこんな感じのね、デザインだったんですけどね、ちょっと変わったようですね。はい、こちらですね、乗り場案内です。左行きますと1番線の裏側、2番線は金沢文庫、横浜、品川、新橋方面です。で、当駅マボリ海岸は、平日のみ特急がある感じですね。平日のみね、特急と普通列車が走っております。あ、失礼しました。特急が運行されてまして、土日休日は、特急はございません。6時、一応ね、特急列車のご案内、平日のみです。6時8分に特急アート行き、6時38分には品川駅、6時57分には品川駅行き、7時15分には羽田空港第1第2ターミナル行き、7時31分には品川駅、7時53分にも品川駅、8時4分に品川駅、8時26分には京成高砂行きがあります。まあ、それ以外の時間には特急は存在しておりません。あ、遠くてもここからはね、京成高砂でございます。これと休日限定ですかね。あ、失礼しました。平日限定でございます。まあ、あくまでもね、通勤ラッシュ向けの、ね、ダイヤ設定という感じでしょうか。そんな感じですかね。と休日はね、多分普通列車でも最大品川まででしょうか。それより先は行く列車はなかったと思います。今回はね、マボリ海岸駅でございました。次回は終点の京急本線の終点浦賀駅の紹介でございます。まだね、チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。お済みになると登録済みになりますので、その辺をご了承ください。
次は、あとね、ここまで長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。最後にちょっとね、乗車シーンも映って、乗車する前、ね、まで映ります。では、ご覧ください。エレベーターの部分使いますか。普通だったらね、もう階段とかでいいんですけどね。この日多分エスカレーターとかないですね。残念ながら。ですので、車椅子は感じないか。まあ、足の不自由な方はもう、あのエレベーターね、使っていただいた方がいいのかな。次はね、次に終点の裏側なんですけど、多分これはね、次回の動画になると思います。裏側行ってはもうね、裏側行ったら全く知らない、今日もう引き返しますけどね。てか多分ね、マボリ海岸ね、まあ、この区間ね、私一応ね、一往復はしてるんですがね、あの多分いつの動画かな、ずいぶん前の方ですけどね。ただいま5時16分か。品川駅ですね。まあ私は乗りませんけど、こちらですね、浦賀行きの普通列車、まあ普通に終点浦賀なんですけどね、結構ガラガラですけど、浦賀がね結構ね利用されてるのかな、まあ、そんなに結構っていうことじゃないですけど、多分京急線の中で27番目かな。でも当駅がねあんまり利用されてなくて、もうお隣の新大津はもっとひどいって感じで、ね、70番目かな。じゃあここからね、またね乗って浦賀行きます。ご視聴ありがとうございました。